にちは。こんにちは。高森の宝物探し2回目となりました。今日は田中先生と一緒にここ野尻というところに来ています。と野尻の小ずる、小ずると言うんだそうですね、ここ。はい、はい、なんかもう来た瞬間から鳥が鳴いていたり、川のせせらぎが聞こえたり、とってもワクワクするような宝探しになりそうですね。では早速行ってみましょうか。はい、よろしくお願いします。はい、ワクワク。ではそちらの方まず行きましょうか。はい、川の方に向かいますか。川がいいですね、うん、なんかもうやっぱ水があるところってとても、うん、来た時から小鳥がさえずったり、うん、いろいろですね。これ一輪草？一輪草が筋がある方か。そうですね。はい、まだなんですね。まだ咲いてないですね。ここはやっぱり山の上だからかな。はい、あら、渓流見えてきましたよ。あ、すごい綺麗。綺麗だな。わ、これ高森こんなところがあるとは。ね、すごい。これ井上さん大好きな水生昆虫いますよ。いますね、これは間違いなく。降りたい。あ、カワセミ、カワセミ。あ、本当だ、止まった。はい、あそこにカワセミ止まりましたよ。やったー、わー美しい。あ、飛んだ飛んだ。いや、宝石でしたね、今ブルーの。いいですね、なんか幸せを呼ぶ青い鳥ですね。この新緑だと思ったら、これあれですね、この春ニレがもう新芽かと思いきや、もうこれ花が終わって実になってるですね。出会えたら嬉しい、うん、幸せな気持ちになる木というんですね。まあこれがあと大谷川につながって、あの大谷ダムってありますね。うん、行くわけですね。はい、あ、川ガラス見たい。真っ黒い、はい、うん、鳩よりもちっちゃいやつ、はい、がこういうところビビって言いながら飛んでいきますよね。お、ちょっと出会えるといいな。なんかです、いそうですね。なんかいやいや、とても綺麗綺麗。ね、やっぱ川、水辺は離れがたいですね。うん、これから。あの新緑の葉がもっともっと出てきて、そうですね、今まだ美しい渓流になりますね。今も綺麗だけど、ますます。いや、ここちょっとちょくちょく来たくなりました。そうでしょう、はい、はまりますね。いいとこでしょう、はあ、いいな。いやいや、あ、多分犬ナズナ。これちょっと珍しいとか、あ、ちょっとラッキー。犬ナズナ、あのペンペングサってほら、白いナズナ、はいはいはい、ペンペングサってあるじゃないですか。黄色いペンペングサに似てるんですけど、犬ナズナっていうので、あんまりどこそこ見ないので、ちょっと会えたら個人的に嬉しいんですけど。いやー嬉しい。いや間違いないと思います。あ、ベニシジミもいる。ここに春に羽化したてのかわいい。わあ、ほらほらほら、すごい、大犬のふぐり。わあ、ここ何ですか。ほら、なんかこれスミレですよね。あ、本当だ、全部スミレだ。わ、全部スミレ。スミレのなんか小道みたいになってますね、ここ。え、これは、これは何スミレですか。立ちつぼスミレですね。全部立ちつぼ、このハート型をしてる感じですね。あ、それが葉っぱですね。いや、ちょっとじっくり見ていいですか。はい、なんかいろいろ、お、あ、これなんかキランソウがありましたね。これは花がよく見るとすごい可愛いんですよね。ね、白いですね、可愛い。あ、これケマルバスミレですね。お、毛がありますか、葉っぱ。ありますね、うっすらですね。小
ハコベですね。よく見るとすっごく可愛いの分かりますかね。花びらがいっぱいあるように見えるじゃないですか。でもこれ本当は花びら5枚しかないんですよ。どう思いますか。柿同士。柿同士。これもシソ科で、はい、この花の形もすごい可愛いですね、はい、私はこの花を見るとなんかお猿さんが頬を染めてるように見えるんですけど。ダメだ、なんかワクワクして、しかも紫毛マンもありますよ、はい、そこに。しかも種ができているからまだ弾けない。あ、もうちょっと、もうちょっと待たないと、はい、熟したらこの紫毛マンはパッと飛ぶわけですね。そうで、自分でこうやってパチンって弾けて種を飛ばすだけじゃなくって、アリさんがあのこの種についているエライオソームっていう白い部分を食べて、あのそれをアリさんが遠くに運ぶことで、うん、種を遠くまで運ばせるっていうなんか戦略も持ってるので、はい、二重にこう賢い。そのちっちゃい白いのもこれツボスミレですね。ツボスミレ、ツボスミレにしては大きいけど栄養状態がいいんでしょうね。かわいい。それで大きいの、これツボスミレもっとちっちゃい、こんな感じですもんね。かわいい。見落としてそうで歩けない。あ、これが白バナ猫のメソの花が終わった後だ。多分道種付け花っていうんだと思います。種付け花にもいくつかあるんですけど、はい、よく見ますよね。でも白いお花が本当可愛いですね、うん、風に揺れて本当だ。ああそうでしょう。ああいいな。いいですね。いやいや、川の流れもいいな、上からまた見ると。綺麗ですね。はい。もうこんなところに住んでるってとても贅沢ですね。やっぱり阿蘇の火砕流ですかね。でしょうね。うん。まあ間違いないでしょうね。ああ。やっぱりじゃあ阿蘇のカルデラを作ったね。そうそうそう。火砕流でここは。馬の足型っていうヘンテコな名前が、はい、でその黄色がとてもこんなに光が当たると光沢があるんですね。ね、これがまた美しいですね、はい、モンシロチョウじゃない、筋黒シロチョウもいる。そのタンポポのそこの黄色のタンポポで、おー、これこれ、はい、スジグロシロチョウはモンシロチョウと違って、あのヤマハタザオっていう植物を食べる。これ珍しいやつかもしれません。杉谷ルリシジミって言って土地の木の葉っぱだけを食べて育つんですよ。でこの春のこの時期にしかいないんですよ。すごかったですね、川べり。楽しいですね、はい、ここはちょっと幸せでしたね、はい、野尻さんという方のお宅なんですけど、はい、しばらく沢も芝桜手入れよくしてあって綺麗なんですけど、正面見てください、正面。わあ、すごい、これは、はい、これ感動しますよね。これなんかわかりますか。しだれ、しだれ桜ですか。あ、私もそう思ってます、しだれ桜。